ワンポイントリハビリテーション第709回。先生は本の中で中学生など若い世代がヘルパーさんの研修を受けたり介護の仕事に触れるという試みについてとても素晴らしいことだとおっしゃっているんですが、こういった様々な世代の人たちや地域の様々な人たちが福祉ですとか介護の現場に触れる、こういったメリットはどのようなところにあるんですか？お互いがね介護を知っていればいいという、はい、まあ、そういうメリットはね直接的にあるだろうと思うんですけどもね、うん、そうじゃなくてね、こう体が不自由な人をね、はい、こう触れるという経験をするとね、人はね、ものすごく優しくなる、優しくなる、うん、でね、これ考えてほしいんですけどね、私もそういう経験が実はありますけどね、車椅子をね、押す、車椅子に乗ってる人を、お世話でねずっとこう押していくときにね、はい、人はね見ように、なんていうか車椅子のことを、車椅子で動いてるその車椅子そのもののことを中心に考える、不思議に。だからね、自分に人混みの中自分にこう誰かが当たってね、腹が立ったりこうしますよね。だけどね、車椅子を押しててね、人混みなんか入って車椅子なんかにね誰かがぶつかろうもんならね、自分よりねもっと腹が立つ、自分にぶつけられている、だからそういうね、こう本当に人を大事に思うという気持ちをねこう養うっていうか、経験で体験しておくということってのはとっても大事だから、中学生ね、そういうヘルパー産休を取った中学生がみんな優しくなったという報告もありますけどね、その通りだと思う。